日の朝ってついつい早起きしちゃうね。早く着いたから部室のお掃除もしちゃった。みんなもここで着替えるし、せっかくの可愛い衣装だからお部屋も綺麗な方がいいかなってみんなに喜んでもらえたらいいな。ライブも楽しみ。私の誕生日覚えててくれたの嬉しい。ありがとう。ライブもあるし、みんなに気を使わせちゃ悪いかなって黙ってたんだけど、やっぱりみんな覚えててくれるんだね。りんちゃんとまきちゃんもね、日付が変わってすぐに連絡してくれたんだ。りんちゃんが言ってた、お誕生日って自分が思っているよりずっと誰かにとっても特別な日なんだよって言われてみれば、私もりんちゃんの誕生日はずっと特別な日だったし、りんちゃんもそう感じてくれてたんだって気づけたんだ。だからね、お祝いしてくれる人がいるってとっても幸せなことだなって、改めてそう思ったの。これからもずっとみんなの誕生日をお祝いしていけたらいいな。もちろんあなたの誕生日もね。神様お願いします。ひなやさん、一生懸命何をお願いしてたの？あ、かとりちゃん、今ね、体育大会でこの木坂が優勝できますようにって。そうか、私もあのよちゃんと同じお願いをしようと思ってきたんだ。じゃあかとりちゃんも一緒に神様にお願いしよう。うん、じゃあ一緒に。それならうちらの応援もうまくいくようにってお願いもしないとね。あ、のぞみちゃん、そうだよね。じゃあ一緒に海ちゃんの必勝祈願も、弓道の試合で勝てますように。私もお願いしようっと。本番でチアダンスがうまくできますようにそんなにいっぺんにいくつもお願いしたら神様も大忙しやね。